皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。今日はマクドナルドを買ってきました。3月3日から発売の新商品を買ってきました。てりたま、チーズてりたま、はみ出るパストラミビーフてりたま、シャカシャカポテトの鶏ニンニク唐揚げ味、マックフィズの岩手県産白桃果汁 1%。 というわけで今日はこちらの5品をいただきたいと思います。いただきます。じゃあまず最初にてりたまからいただきます。これね、パストラミビーフの下敷きになってます。大丈夫かな。お、まあこんな感じですかね。しっかりね、分厚い卵が見えます。ジューシーなてり焼きが中にね、レタスとマヨます。ハンバーグ美味しそう。卵プリプリ、分厚くてプリッとしてね、美味しいです。甘めの照り焼きのタレとお肉が合います。バンズはすごい柔らかくて、レタスシャキシャキで結構たっぷり入ってます。美味しいです。美味しかった。マックフィズ白桃いただいてみます。岩手県産の白桃が入ってるみたいなんです。沈んでるの混ぜました。いただきます。美味しい。微炭酸が効いてて、ふわっとね、白桃の甘い味がします。美味しい。1% の果汁でね、だいぶ違うんですかね。美味しい。お次はチーズてりたまいってみます。これこういう風に入ってて、こっちが重いんですよ。どうなってんだろう。こんな感じでございました。チーズ、卵、美味しそうです。ではいただきます。チーズから。のてりたまにね、より濃厚なチーズのコクが加わりました。すごいとろっとしたチーズで美味しいです。チーズ好きの人にたまんないやつです。めっちゃチーズ。結構濃いチェダーチーズの味がしてます。美味しい。美味しかった。てりたまの方は卵のプリプリ感とレタスのシャキシャキ感が強くて、チーズてりたまの方が濃厚でこってりした味わいです。じゃあ
お次はシャカシャカポテトを作りたいと思います。その前にちょっとね、冷めてたので温めてきます。オーブントースターで温めてきました。お腹入れます。その前に、おいしい。一瞬カフェオレみたいな匂いがしました。じゃ混ぜてきます。かなりしょっぱそうに見えます。ちょっと S サイズには全部入れない方がよかったかな。いただきます。んおいしい。大丈夫だ。わー、唐揚げなのかわかんないけど、ニンニクの味はしっかりします。うん、塩分がすごい。美味しかったけどね、味が濃かった。小さいサイズのポテト買った方は、忘れなければ入れる前に調整して程よいところで止めてみてください。では最後、はみ出るパストラミビーフてりたま、いただきます。見てください、すごいです。パストラミビーフがはみ出てます。こっちからも。これは美味しそうです。パストラミビーフの胡椒がね、すごいいい味出してる。うん、その上にプリプリの卵も入ってるので、めちゃくちゃ贅沢な気持ちになれます。うん、これだけね、すごい高級感がある。いや、美味しかったです。今日はね、ランキングはね、つけられないと思います。それぞれに魅力があって、どれもね、譲れないので、気分に合わせてリピートしたいなって思います。ヒリリとした胡椒の味と、あと高級感がね、欲しい時はパストラミ、ジャンクな気分の時はチーズで、ベーシックなてりたまを味わいたい時はてりたまをね、選ぶといいんじゃないかなと思いました。皆様もよかったら、どれが気に入ったか、どれを買ってみたかとかね、食べてみた人はコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。ごちそうさまでした。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方はグッドボタン、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。